皆さんこんにちは。本日ワールドシリーズゲーム5が行われまして、ドジャースが4対2で勝利しました。昨日とはね、打って変わって、昨日はもう点を取って、取り返して、また取って、となって、まあ最終的にね、すごい劇的な終わり方でしたけども、まあ今日は基本的にはね、落ち着いたゲームといいますか、まあ前半はね、点がこう動いたんですけど、まあ、後半はリリーフ陣が、まあ、ほぼ無失点に抑えてますんで、まあね、このようなゲームになったのかなと思いますね。昨日はね、リリーフ陣が、まあ、点を取られて、両チームともですね、まあ、ああいう形になりましたけど、まあ、今日は本当にもう5回で、その後は点が動かなかったという感じでしたね。でもね、昨日ああいう負け方をしたドジャースはね、ちょっとどうなのかなって思ってましたけども、まあね、そんな心配は、関係なかったという感じで、まあ、初回にも、ベッツがね、いきなりヒットで出て、で、まあ、シーガーはね、好調ですから、もう、打率も5割ぐらいですか？で、まあ、返して、まあね、あっという間に先制ということでね、なりました。そしてね、2回もピーダーソンが、センター、まあ、左寄りですかね、に、まあ、大きいね、ホームラン打って、まあ、もうそこで3点ということで、ちょっとこのままいっちゃうかなっていう感じはね、もうその時点で受けましたけども、まあ、その後はね、3回、4回と、グラスナオが抑えて、そして落ち着いたかなと思ったところで5回に、マックス・マンシーに、ムーンショットってね、すごい滞空時間のね、ホームランを打たれまして、まあ、この4点でね、もう、このゲームはね、このまま決まってしまうということになるんですけど、まあね、そんなにね、出来は悪くなかったと思うんですけど、ちょっとあの、決め球のね、コントロールが、まあ、決まらなかったのかなっていうね、外の低めとかがですね。で、まあ、初回のベッツなんかも、まあ、いい、球はいってるんですけど、最終的にど真ん中に投げて打たれてるとかね、まあ、そういう感じで、まあ、その辺のちょっとしたね、コントロールが今日はダメだったかなと思いますね。本日のアロちゃんのコーナーですけども、今日は4打数1安打ということで、まあ、そのね、1安打で打点も上げておりまして、このヒットで、単一ポストシーズン、まあ、ワンシーズンのポストシーズンの、安打記録を更新したということで、この前はですね、新人のその記録は更新してたんですけども、今日は全体のその1ポストシーズンの安打記録を更新したということで、で、昨日はもうホームランのね、記録も更新しましたので、まあ、ルーキーがね、これだけ、このね、記録を更新するっていうのはね、まあ、素晴らしいですよね。で、まあね、すごいですよね。でも、すごいしか言えないですけど、まあ、ルーキーで、まあ、今シーズンもね、コロナに感染して出遅れたっていうのもありますしね、それでポストシーズンでも爆発して、いやー、恐ろしいですね。でも来シーズンもね、まあ、まだ終わってないですけど、来シーズンが楽しみな、もうね、すでに活躍ですよね。でね、これは、もう記録ですから、記録を破ったので、ボールちょうだいっていうね、ジェスチャーですね。大体みんなね、こうやってやりますよね。そしてですね、ドジャース先発のカーショーですけども、こちらも、こちら通算のポストシーズンの奪三振記録を更新したということでね、今まではバーランダーが持ってたみたいですけども、今日は、6奪三振取ったということで、まあ、更新しました。で、カーショーは5イニングと3分の2で、2失点で6奪三振ということでね、まあ、本人はね、変わりたくなかったみたいですけど、まあ、メインもちょっと投げさせないといけないというのもあるみたいで、まあね、納得して交代していたみたいですけどもね、まあ、それはね、大人の対応という感じでした。そして今日もね、筒子さん代打で出たんですが、まあ、今日はね、捉えたかなという感じの、レフトフライでしたけども、まあ、上がりすぎたのか、ちょっとね、距離が出ませんで、まあ、レフトフライで終わってしまっています。まあもうね、後がないんで、3勝2敗で、レイズ的な後がなくなりましたのでね。
ちょっと一回先発で出してよっていうのはね、ちょっともう無理になってきましたけどね。まあね、最初のね、2戦目とかでちょっとね、出してもらいたかったのはありますけども。まあ、あと、1戦か2戦なので、まあ、代打待機になっちゃうのかなっていうね、感じですね。そしてですね、ちょっと小さくて見えるかわかんないですけど、申し訳ないんですが、これがドジャースの、バッティングの結果と、ピッチングのね、成績ということで、6安打か。全体で6安打ですね、今日は。6安打でまあ、4点ってことでね、まあ効率のいい感じですよね。で、リリーフ陣はまあ、抑えてますしね。あとまあ、ベッツはね、ちょっと調子がね、あんまり良くないっていうのはありますけども、まあ、シーガー、ターナー、マンシーとね、この辺の、まあ、2、3、4番、中軸がまあね、結構当たってるっていうのでね、まあ、点は取れますし、まあ、ピーターさん、まあ、今日はね、グラテロルなんかも投げずに済みましたので、まあ、その辺もいいね、系統になったんじゃないかなと思いますし、まあ、メイもね、ちょっと良くない時もありますけども、今日は無失点に抑えられたということで、まあね、あのね、160なんか3とか1とかね、バンバン投げてるんで、ちゃんと投げれば打たれるはずはない気がするんですけど、まあそれでもね、甘くいくと打たれちゃうんで、やっぱすごい世界ですけどもね。なんでまあこう自信をね、つけさせて、またちゃんと投げられる状態に、今日はするという感じで、まあ投げさせたんじゃないかなっていうね、気はしますね。続いてレイズの結果ですね。まあディアスとかね、打ってるので、まあ、その辺とあとアロちゃんはいいでしょ。まああとね、マーゴ、あ、そう、今日マーゴのね、ホームスチールですか。なかなかね、あれ、あんなの見ないと思うんですけどね、カーショーはこうセットに入るときに、一回上にこう上がって入るですよね。その隙に走っていったんですよね。でも途中で気づいて投げられてアウトになっちゃったんですけども。まあでもあれは面白い作戦だったんじゃないかなと思って。まあ見てる側からしたらね、面白かったですよね。あとね、レイズの打撃陣的には1割台がね、多すぎるかなっていうのはありますよね。だからレンフローとメドウズのところ、まあどっちが出ても1割台なんですよね。まあ、これはシーズン中からまあこんな感じですけども。まああとラウが、ねえ、でもセカンドの代わりがね、いないと思うので、まあしょうがないんですけど、ホームランは出てるんですけど、打率は1割台。でまあズニーノがちょっとね、ホームランとか打ってたけど、今回は当たってないということで。まああとアダムス。ここもショートもまあずっと出てると思うので、まあ、替えが効かないということで、まあ、しょうがないのとね。まあ、キャマイヤーはいいですけど、ちょっと、1割台が多すぎて、こうね、打線が途切れちゃっちゃ途切れちゃうんですよね。なんで、まあ、ここのとこ、ホームランの得点がね、やっぱ多いと思うので、まあ、アンダーでこう、つないでね、一手の得点、まあ、今日はありましたけども、まあ、そういうのもね、なかなか難しいんですけど、打率が低いので。まあ、その辺も狙いつつ、ランナーを貯めてホームランでもいいですしね。それでちょっと大量に点を取ってもらいたいなとは思いますね。そして明日は1日お休みで、明後日に、ゲーム6ですね。で、今のところも先発出てまして、スネルとゴンソリンということで、まあ、ゴンソリンはそんなに長くは投げないと思いますけども。まあ、レイズはあとスネルにも託すということでね。まあ、でもこれでまた3勝3敗の五分になれば、ワールドシリーズも第7戦まで行くということでね。リーグ優勝のところも、両チームともね、最後まで行って、ワールドシリーズも最後まで行ったら、まあ、面白いですけど、選手たちはね、まあ大変は大変ですよね。試合数が多くなるんでね。でもファンとしては、野球ファンとしてはそこまで行ってね、
1試合でも多く見たいなっていうのはあります。と、まあ、あと、レイズがね、松坪さんがちょっと活躍してね、勝つところも見たいし、まあ、今日みたいなところで出てきて、ホームランでも打てばね、まあ、同点とか逆転とかね、そういうところで、まあ、最後1本打ってくれないかなって、ちょっと期待してますけども。まあ、その辺もよろしくお願いしますって感じですね。はい、ということで、本日は、ゲーム5か。ゲーム5、ドジャースが勝ちましたということで、ドジャースの3勝、レイズ2勝ということでね。まあ、レイズ後がなくなりましたけど、まあ、次、スネルで頑張ってくださいという感じです。で、今日ね、日本のね、ドラフトがありますんで、まあ、その動画もちょっとね、出したいかなと思うんですけど、まあ、夜中になっちゃうかなと思いますけども、まあ、皆さんのね、好きな球団のところはね、いいドラフトができるかどうか。まあ僕は巨人ファンなんですけども、まあ巨人はね、毎回ドラフトでくじで引けないですから、あんまり期待しないんでね、まあ今年もこう、あの外野手のね、選手を行くと言ってますけども、まあ何球団か被るので、まあ今年もね、外れ1位とかになっちゃうんじゃないかなと思ってね、おります。じゃあその動画も出せたら出したいと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では終わります。